日本の軍閥による対外侵略は釣魚台列島を盗み取った後もとどまるところを知らず、1937年には日本軍は盧溝橋事件を引き起こしました。1941年中華民国は正式に日本に宣戦を布告し、下関条約を含む全ての日本との間の条約、協定、取り決めなどを全て無効とする宣言をしました。1943年に中米英三国が共同発表した回路宣言には、満州、台湾及び防空島のごとき日本国が清国人より当主したる一切の地域を中華民国に返還することにありと明記されました。1945年に中米英が共同発表したポツダム宣言第8条には、回路宣言の条項は履行されなければならないと明記されました。そして同年9月2日降伏文書で、日本はポツダム宣言を受け入れ、台湾防空を中華民国に返還する回路宣言の条件も受けることに同意しました。9月9日中華民国は南京で日本の降伏文書を受け入れ、10月25日に台北で降伏式典が行われ、台湾防空が中華民国の領土に復帰し、釣魚台列島の主権も1895年以前の法的地位を取り戻しました。1952年4月28日中華民国の楊厚朝外交部長と日本の代表が台北賓館で中日和訳日華平和条約に調印し、中日間の戦争状態の終結を宣言しました。日華平和条約第4条には、日本は1941年12月9日以前に中国と締結した全ての条約、協約、協定を無効とすることを承諾しました。それらの条約の中にはもちろん下関条約も含まれます。その後中華民国政府が国連に登録の手続きを行いました。回路宣言、ポツダム宣言、日本の降伏文書、日華平和条約から、日本は台湾を中華民国に返還しなければならないことが確認できます。同じ法的理論から、台湾に付属する当初である釣魚台列島も台湾と一緒に中華民国へ返還されるべきであることは明らかです。釣魚台基本上是属于台湾的一个附属岛屿，而中华民国拥有台湾，因此呢，在这一种法律关系的连结之下，中华民国政府当然拥有对于钓鱼台的一个领土主权。日本は清朝と下関条約を締結する前に、すでに釣魚台列島を盗み取り、その後1900年になって釣魚台列島を尖閣列島と改名し、1969年5月になって国標を立て、釣魚台列島が中国固有の領土である事実を隠そうとしました。連合国は日本の沖縄県が管轄する尖閣列島が、すなわち中華民国に属する釣魚台列島であるとは知らず、サンフランシスコ講和会議において戦後日本が台湾を返還する際、釣魚台列島が琉球諸島とともにアメリカの信託統治に置かれることになったのです。しかしながら国際法的には領有権に影響するものではありません。